発行している霊陰極蛍光管レ霊陰極管とは陰極からの電子の放出に外部からの加熱用エネルギーの供給を必要としない電子管の総称である。代表例としては古くはクルックスクダ、ガイスラー管、ニキシー管、ケ数放電管、ネオン管、光電管、最初期のブラウン管などがある。霊陰極を使用した小型蛍光管が 液晶バックライト用の光源として急速に発展し、発光ダイオードが一般的になるまでは多くの液晶パネルに搭載されていた。以下特にレイン極蛍光管について述べる。最も重要な特徴は容易に調光できる点である。2010年以前は小型のバックライトに主要な技術であり調光できる光源として多く生産されてきた。 しかし2011年以降は、軌道、消費電力、長期間の劣化特性、対衝撃、製品の形状とサイズの自由度、コストが発光ダイ大ー度より劣るため、日本では新発売の液晶に搭載されなくなった。調光には特殊な調光回路が必要となる。調光方法にはがある。一般の蛍光管が熱陰極蛍光管である、すなわち電極を加熱して、 積極的に熱電子を放出するのに対して、霊陰極蛍光管は陰極を加熱せずに電子を放出する。このために、熱陰極管に比べて、霊陰極管は陰極効果電圧が大きい。陰極効果電圧は蛍光管の発光に寄与せず、そのまま熱的な損失となる。このため、霊陰極管は熱陰極管に比べて発光効率が 若干悪く、日中の部屋においては、霊陰極管のバックライト液晶を最大の明るさにしても光っているのかわからないということがよくあった。しかし、陰極材料が改善され、陰極効果電圧が下がるメドがついたため、霊陰極管の発光効率は大幅に改善し、発光効率が疑似白色発光ダイオードの半分を超えるに至った。 しかしながら、青黄色系の疑似白色の発光に適する蛍光体がないため、発光効率の競争では発光ダイオードに引き離されている。ノートパソコン用のインバータ回路レーレイン局間の点灯用のインバータは、ノートパソコンや液晶テレビ用バックライトの点灯回路として、液晶技術の発展に伴い独自の発展を遂げている。小型化と効率改善のために、 比較的細長い形状の共振変圧器を使うようになった。共振変圧器は同一形状の一般用変圧器と比較して、体積率にして1、3以下の大きさであり、また信頼性が高い。インバータ回路の出力は高電圧で、高周波のため比較的電撃を感じにくい一方、不用意に分解して触れると高周波やけどを負う危険がある。 必要な要素のすべてで発光ダイオードの方が優れているため発光ダイオードを光源とする器具への移行が進んでいてメーカーではレイン極管を使用した部品が生産中止となっている場合も多い。しかし日本も含め世界中にはレイン極管の需要と在庫があるので光り方の近い蛍光灯の代わりや更新国の新製品などで用いる可能性はある。近年では 蛍光体の選択による植物の生育に適した波長特性と耐久性、省電力により植物工場での人工光源として活路を見出しつつある。植物育成で特に必要な赤色波長の領域において発光ダイオードは霊ン極間と比較してそれほど効率が良いとは言えず、赤色波長を改善した公園色白色発光ダイオードは霊ン極間よりも 発光効率が低くなる。また発光ダイオードには硫化ガスとエレクトロマイグレーションによる劣化という特有の問題があるが、レイン極管はこのような劣化はないとされる。ありがとうございます。